はい、えー、サッカーキングをご覧の皆さんこんにちは、えー、今回は前回の続きですえ、何の続きそれはスペインサッカーメディア分析ということで、えー、今回も小沢一郎さんにお話を伺いますよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしますご悪らしきはそうです、えー、前回は、えー、ラジオテレビについて教えていただきました えー、今回は、えー、新聞、雑誌、そして新しい、えー、メディアということで紹介していただこうと思いますがスペインのメディアって一般的にどうですか、そのサッカーの中継に関して言うとかなりこの一部の中ではアンチということをどう面白く扱おうかという文化があると思うんですけどもあのスペインのサッカーに関して言うと政治、経済とは違ってますかそれともあんまり変わらないという印象がございありますか。 スペインの、スペイン人は基本的に自分のこう政治信条を表に出すのは、やっぱり、ね、内戦があった関係もあって、そこはまだこうタブーなんですけど、サッカーに関して言うと、はい、やっぱり自分がどこのファンかをまず表明しないと、その議論の素性に乗れないっていうのはあります、ね。なるほど。だからメディアも、うちのメディアはここを応援します、応援してますって,っていうことを言わないと、うん、やっぱりメディアとして、ね、 公平中立なんだから好きなクラブはあっちゃいけないみたいな議論は全くなくてむしろきどそこのメディアはどういう前提があるんだいっていうところはみんな見た分かった上でこうます。そこがね僕娯楽として大事で日本はあのまだこれからなのかなっていうふうに思うところではあるんですよ。僕ねああの好きな漫画があって えーと、これ、増村宏さんの漫画で「コスモス楽園記」っていう漫画なんですちょっと前の本でこの人はすごいバルセロニスタの人なんですお<ー>、ね、すごい、ものすごいバルセロニスタなんですこの増村宏さんという方はでこの中のエピソードの中であの、新聞の話があるんですよで、えー、この猫が暮らしている島で流れ着いたあの人間の男の子と女の子がいるんですけどもある あの村で暮らしてる猫たちにあの生意気で悪かったなって急にこう文句言われたりしてえなんでだろうと思ったら新聞にあの「この島の猫が日本語を話すのは生意気だと言った」とか、えー「猫は臭いから大嫌いと言った」とかって書いてあって「えそんなこと言ってないぜ」って驚くデタラメ書かれてムカついたって言うんですけど「いや誰も本気にしてないよ」って言われるんですよ。それは青インクで書かれてるからと青インクって何 新聞はいつも本当の書くと思っていたら、甘いねっていうふうに言われちゃう、つまり遊びの部分はインクの色を変えて出してるから、これは面白いんですよっていうところが、この猫がいる島じゃなくても、スペインが普通にできてるってことですよね。そうですねいやだからそこはその、やっぱり特にスポーツの四、ね、大新聞は、やっぱりはっきりと分かれてますから。ええ やっぱりその辺でこのメディアが出したらこれぐらいの、ね、信憑性だなとかこれは絶対飛ばしだなっていうのはやっぱりみんな受け取り手がリテラシー高い状態でやっぱりアクセスしてるんでそこはやっぱり、まあ、紙の媒体っていうのはそこがあった上でまで、あ、日本でも、ね、こう新聞だと右か左かみたいなのが大きく分かれてみんな受け取ると思うんですけども、ええ、なんかそういう前提条件を国民、サッカーファンが分かった上で特に新聞はアクセスしてるんじゃないかなと思いますね。 アンチ文化を笑い合う、で自分はどこのファンだということを公言する、これ、日本だと、どこかのファンだということを言うと、あ、あの人はあれよりだからっていうふうに見方で取られがちなんですけど、実況解説そんなこと一切ないですよね。ダメなものは逆に好きだから、あやくさ、これはダメなんだって言ってしまうところもあるし。 いやそれがないと信用されないので、スペインの政治家必ず好きなクラブを表明しますよね。はい、だから今のスペインの出身であったり、ね、国王ですら、どこのファンかということを言いますし、はい、でラリーガのハビール・テバス会長だって、ね、やっぱり自分の好きなクラブとか、うんね、ウエスカ出身なんでウエスカ応援してたとか、そういうことをちゃんと言いますので、はい、だから、ね、バ,ルサバルセロナの危機からは、 あんな会長大嫌いなことは言われますし、<laughs> なんかそういうことが逆にエンターテインメントで、うん、娯楽として楽しめる一つの要素かなと思いますけどね。確かにそうですよね。本当におっしゃるとエンターテインメント娯楽なんですからね。で、そのスペインの4つの新聞について、まあ、主な4つですけども、えー、教えてください。はい、あの、まあスペ、スポーツ新聞だと、マルカ、アス、ムンド・デポルティーボ、スポルトとありますけど、まあ、ちょっとここに持ってますけど、まあ、だいぶ前の新聞ですけども、マルカとアスはこれ、マドリードの 日本社をこう設けてますので、基本的にはリアル・マドリーそれからアトレシコでマドリー寄りで、まあ、アンチ・バルセロナ・カタルーニャっていうところに基本的にはなってますただ、はい、まあじゃあこういう新聞がえっ、ー、とーねこうリアル・マドリーやアトレシコのことをひたすらねこう称賛し続けるかっていうとやっぱり特にマルカなんかは昔やっぱり骨太の編集長がいた時には まあ会長が悪いことしたときにはスキャンダルしたときにはやっぱり一面で出してそういう失脚させるぐらいのこともしてますしやっぱりそういう,こう権力の監視っていう意味でのジャーナリズムの機能はスポーツメディアスポーツ新聞であっても持ってますんで、うん、まあ一方で、えっと、バルセロナカタルーニャに、えー、拠点のあるムンド・デポリティボちょっとスポルトは手にないですけども、えー、ムンド・デポリティボとスポルトに関して言うと。 基本的には FC バルセロナよりの、で、アンチ、マドリー、えーまあ、特に、まあ、リアルマドリー、アンチですから、まあそういう部分ではっきりと2対2の構図があって、<laughs> あとは、えっと、例えばバレンシアにはスーペルデポルテっていうね、こう、地方のスポーツ新聞があって、バレンシア CF レバンテ、えー、をしっかりと扱いますし、で、まあセビージャにはアンダルシアにあってとか、まあ各、 州・地域でまあ、えー、小さいですけど、えー、ローカルのスポーツ新聞もありますっていうところですかね。はい、えー。それなりのね、特色があってで小澤さんはこう、好きな記事とかこう、どこから読むとかってありますか基本的にはえっ、ー、と、今ちょっともう引退しちゃったんですけどえっ、ー、と、僕は「ASU」でずっとこう長年編集者やってたアルフレド・レラ,レラーニョっていう方の。 関東コラムが非常に好きだったんで、まあ、その方も今、まあ、明日の一番、えー、と後ろに、えー、とコラム書いてるんですけどもやっぱり一番ページめくった後にこう出てくるコラムをままず読んでましたね特にこの4つの新聞をお調べと面白いのはクラシックにもし現地にお出かけになる機会があるんだとしたら全紙買って読むのをおすすめしますねあの分かんなくても面白いですね。うん でまあ特にね、こう一面の、まあこのこのところはね、あのあれですけど、やっぱり一面の見出しの付け方っていうのは各種、写真の選び方も含めて、かなりそういう工夫、オリジナリティー出そうとしてますんで、たまにまれに、やっぱりね写真が被るとかっていうのはありますけど。<laughs> 見出しがかぶるのはほぼないんでやっぱりそこを楽しんでもらう<っ>、まあ、スペイン語難しいかもしれないですけども、うん、ちょっと違いをこう見てもらうと楽しいのかなと思いますしちなみにですけど、えー、とスペインの場合はあの日本のようにあの新聞の、まあ、宅配性がないので基本的に皆さんこうやっぱりスペインの場合は、えー、とキオスコ街のキオスコとか、まあえー、書店さんに行って、えー、新聞を自分で 毎日払って買う必要があるので、まあ、大体今でも、えっと、こういうスポーツ新聞は1ユーロ、えー、でずっと値上がりしてないんですね一般紙なんかは徐々に値上がりしてるんですけどスポーツ新聞だけは値上がりしてなくて、えー、基本的には自分で買うというところで,で実はスペインの中で一番売れてる新聞はこのスポーツ新聞のマルカです、えっと、2019年の数字だと えと1日、まあ、大体170万部ぐらいあすごいですね、えーえー、と,ということで一般紙よりも売れてます。これちなみに一般紙で一番売れてるのはエルパエスっていうねこう、はい、スペーパーなんですけどもこちらでもようやく100万部に届くぐらいなので、はいまあ、マルカがまだまだ圧倒的に売れてるっていう現状があってで明日は、えー、と約80万部、うん、で3番手のスポーツ新聞がムンド・デポルティーボで約、えー、67万部、70万部ぐらい。 四、えー、大,大スポーツ史で一番売れてないのはスポルト、えー、36万部っていうことになりますかね。インターネットとかウェブが普及してもすでに久しいと思うんですけども、スペインの新聞のそのマルカなどは影響は受けなかったんでしょうか数字はちょっとき知らないんですけども、やっぱり世界的に特に南米でスペイン語圏に、えー、とデジタルで届けることができるので、まあ、そこのデジタル購読者数、まあ、僕なんかも。えー 買ってますし、はい、でこれマルカ 1, 1日1ユーロなんでこれ30日現地でこれ毎日これ買ったら30ユーロなんですけども、うん、マルカなんかは、えっと、デジタル版を月間で購読したら9.99ユーロなんですよ<安>3分の1であの買えちゃうんで、ね、だからその辺はやっぱりデジタルで今買ってる人も多いしでそもそもですねスペインでは毎日新聞買って スポーツ新聞を毎日お金払って買うっていう人は実は少なくて基本的にバルに全部置いてあります。な,るほどなので朝とかまあ、えっと、ラン昼間の時間帯の休憩時間にバルにコーヒー飲みに行った時に新聞バーっとこうそこにバルに置いてある新聞に目を通すっていうのがスペイン人の習慣ですので。なるほど このあのあ新聞でね僕、好きだったのが日曜版が実は好きだったりすするんですよあのスペインのちょっとした文化とか観光地に関する情報が載ってたりこれ面白いですよね,そうですね、まあ、特に一般紙なんかでいうと付録が必ず毎週日曜日はそ,<う>その分ちょっと高くなるんですけども、はい、付録がかなりついててそのある意味で小冊子とか雑誌的なものまで中に。うん 閉じ込みに入ってるんで、まあ、スポーツ紙でも、マルカなんか今、えっと、結構、そういう日曜の特集<う>、えー、ページみたいなのを結構力入れて作ってますんで、まあ、そういうところは本当に日曜日のお楽しみみんな日曜日にゆっくり昼間をしっかり新聞読もうみたいな習慣は今でも残ってますね特集のおまけといえばその拡大版のようなものが年間のこうギアといいましょうか。 あの選手の一覧表みたいなやつがこうものすごい分厚さにマルカなんか今やなってますよね。そうですねギアマルカなんかでいうとえっと本当に選手名鑑は、まあ、マルカの選手名鑑を持ってればもう間違いなくね1シーズンそれでいけると思いますけどもマースもありますけどもまあ大体6ユーロぐらいで本当に分厚いんで。えっと 逆に、ね、日本人の方が買って持って帰ってくるのが大変なんじゃないかなっていうぐらい重いですよっていう選手名感がありますね。大体、ねえー、マルカを4冊買うと電話帳、今電話帳ってあるんかな ?1 冊ぐらいですね。はい、そううですね、えー、確かにもう 2、3年集めちゃうと本当タウンページになっちゃいますよね。ありますあります。だからお土産に持って帰るのはある一苦労なんでどうしようかなって <laughs> 迷うんですけどもね。はい、うん。まああのそのマルカやアースや、えー、ムンドデュポルティーバスポルトをキオスクで買う文化についてちょっと話そうと思うんですけど、ここはいろんな不思議なものって言って面白い文化ですよね。そうですね。キオスクはねお土産を買う たりとかまあね、水を買ったり、アイスを買ったりとか、本当にいろんなものを売ってるんで、ユネ、はいまあ、スコで何売ってるのかなっていうのを見るだけでも、ね、観光客の方、楽しいかもしれないですね。あのね売れ残りの、ね、何年前かの,その例えば選手名鑑のシールとか、不思議なあの駄菓子屋文化みたいなものが場所によってはあるんですよね。 そうですね。特にやっぱりスペインの子どもたちはその選手名鑑とは別にそのシールを集めるクロモっていうのをやっぱりやるので、うん、それのシーズンの初めにマルカなんかに無料でこうクロモの本体と、まあ、シールが何個かっていうのがあるんですけどそのシールだけを買ってこう、うん、コンプリートしていくっていうことを結構、子どもたちはサッカー選手のカード集めシール集めっていうのは今でも文化としてありますね。 あと、ね、日本の漫画小沢さんあんまり興味ないかもしれないけどスペイン語版に訳された「エヴァンゲリオン」とか<ー>あの「名探偵コナン」とかこう僕程度のスペイン語好きな人間にはもうこれ、まあ、ごちそうなんですね <laughs> 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 あのかなり正確に訳してあるんで日本語のまずこう例えば「エヴァンゲリオン」読んで頭にネームを入れてしまうとスペイン語の読んでる時にあこういうんだっていうのがポンポン入ってきて。 これはね、あの小沢さんのように、正しくて、あのきちんとしたスペイン語を話すのと違った。ブロークンスパニスって言葉があるかわかんないけども、そういう僕みたいな人間にとってはね。本当ご馳走が、あのキヨスコで売ってたりするんす。あ、そうですか。僕はなかなかそういうところにはちょっと目に。 でしかもですねこう、あれなんですよ、こう日本語の漫画ってあの、ラテン系っていうか、南米系ではみんな変態というジャンルになるんですね。<laughs> だから、H を向こう読まないから、変態かもしれませんけど、はい、変態。だどうしてこれが変態になるんだろうと思って、渡さんに聞いたんです、渡橋さんに。はい、で、渡さんとしての見解はどういうものかというと、 こういう細かい絵をきちんと描いて、ストーリーもきちんとできていて、で、面白いものっていうのは描けるのは相当すごい質なんだと。つまり、あの、変質的にすごい能力を持っているということに関してリスペクトを払って変態と言っているんではないかというふうに渡辺さんはおっしゃってました。 あ,あ,あり得る話ですねスペイン人確かにそういう言葉好きかもしれないですよなるほどね、えーまあ、変態っていうのもちょっとどうなんだろうと思ったりしますけどね。そういうピタスとか普通に言ってそうですもんスペインの極端な文化でその見出しというのでねあのさっき小沢さん紹介してくださいましたけれどもこう何ていうんですかね韻を踏んだりとかひねったりとかよく知らないとわからない見出しみたいなものっていうのはこれはまた本当になんていうんですかね ちょっとスペイン語をかじっただけではわからないそのな壁の高さというかあるいは到達しがいなる頂きって感じはします、ね、そうですね。かそこはちょっとスペイン語分かっているだけでもその、ね、スペインのフットボール文化であったりとか、そのチーム事情をよく知らないとその一面の見出しのやっぱり意味とかコンテクストわからないというところが こう往々にしてありますかからその辺が分かった時にはね、はい、あ自分、そこまで理解できたっていうところで手応え掴つかめるんじゃないですかね。だからそういうところも含めて皆さん、まあ、今だとデジタル版で一面の見出しぐらいはすぐにね SNS も含めて日本人の方でも見に行けると思うので <laughs> なんか毎日どういう見出しなのかっていうところも見ていただけると僕の今までで一番あやっぱりこう来たかと思ったのがあのブラジルの新聞ですけど。 ブラジルがワールドカップで大敗をしましたよね、あの時の新聞の一面が真っ黒、<ー> <laughs> 一面真っ黒、ただただ真っ黒、黒インキいっぱい使いましたっていう、これ、自分家のプリンターだったら、あ黒インクがあって、ショック受けるくらいの真っ黒な感じで、あこういう表現の仕方したんだなと思いましたミつプりかと思いますけど <laughs> そ、それぐらいショッキングだったんですね、ブラジルがね。 で新聞の延長の雑誌は最近スペインでは元気ないみたいですね。そうですねやっぱりもともとこれだけ新聞の中で、まあ、本当に中身紹介するとスペインの新聞って本当にスポーツ新聞なので大体、まあ、ですね何ページあるのかなだいたい毎日平均50ページぐらいあるんですけどそこのうちサッカーがまあ30ページぐらいでそれ以外のポリデポルティーボサッカー以外のスポーツで20ページぐらいなので、まあ、日本のスポーツ新聞だと芸能があったりね 他の、まあ、ちょっと社会的な社会使命もありますし、はい、競馬があったりしますけど、本当にスポーツの新聞ですんで、これだけ毎日情報がスポーツ新聞に乗っかってると、1週間に1ペンとか、1ペン出す雑誌に何のバリューもないっていうのは昔からあったので、なので、もう現状今もう、 スペインで言うとサッカー雑誌、スポーツ雑誌は絶滅ほぼしてます。で、一番最近で言うとやっぱりドンバロンっていう雑誌が、ねまあ、75年からあった雑誌が、はい、まあそれでも2011年にもう廃刊してますんで、かなり早いタイミングでやっぱりデジタル版に切り替わってるっていうところで、まあ、今その有名な雑誌でみんなスペインのサッカーファンが手に取るような雑誌っていうのはありませんね。 よくわかる。あの空港に行くとあの空港でトランジットとかレッションとか時間を潰す時よく空港内のキオスクに行くんですけどもまあ昔はあこの雑誌も欲しいこの雑誌も欲しいっていう時代があったんだけどほぼ買わなくなりましたね。 そうですねやっぱりもう雑誌自体が、まあ、雑誌まあスペインは雑誌自体はあるんですけど<っ>スポーツに関して言うと圧倒的にスポ,、まあ、スポーツ新聞の、うん、え持つ役割が大きすぎるのでやっぱりもう勝ち目がないっていうところで、まあ、雑誌はもう。 当初からそのデジタル化に移行するとか、そういう紙媒体が厳しいって言われる前から、正直、苦しい状況だったとは思いますね。そうですね、まあ、雑誌を作ってらっしゃる方はです、ね、まあ、このコロナ関係で、このパラダイムシフトがどう起こるかわからないので、何かもしかしたら、えー、こういう方法もあったのかってことに気づかれたら、復活があるかもしれませんけどね。 そうですね、まあそういう可能性ありますしそういう意味で言うと一つですね、面白いこう雑誌があって「パネああカっていう雑誌はイニエスタの特集日本のね「はい、J スポーツ」の菅原慎吾さんがイニエスタに、ね、こうインタビューした記事が載ってますけどやっぱりこうワンテーマーはっきりしていてある意味でこう家のこう、ね、こう雑誌、まあ書籍まあ、自分の書斎とかデザイン性のあるような雑誌っていうところで言って こう打ち出してると思うんでワンテーマを深掘りするっていうような雑誌が少し、まあ、パレンカなんかは出てきた当初はやっぱり注目されましたし、うん、まあ、えっと、作り手の人数とかも少ないのでかなり、えー、ローコストで制作してるみたいなのでまあ本当に世界中にそれでも。 販売してるみたいですから、まあ、こういう生き残り策をしている、えー、雑誌も出てきてはいますけどまあ、かなり珍しいんじゃないかなと思いますね。うん、あのこのままな形でね、デジタル化がずっと進んでいくかっていうのはちょっと僕はわかんないなと思っていて。要するにその <laughs> 光を目に受けながら読んでいく文化っていうものは何十年も続けていくのは難しいんじゃないかなと思ってそうすると紙のように目に優しいものの媒体ことを求める方も増えてくるのかなっていうふうにちょっと僕は思ってたりするんですけどね。 そうですね、まあ、だからそう改めて、ね、紙媒体の良さとかやっぱりというところも感じている方は多いと思うので、まあ、これから二極化するんじゃないかなと思いますのでやっぱり質の高いものを雑誌とか紙媒体に求める傾向はあると思いますし、まあ、スペイン人、もともと本なんかで言ってもこれ後で紹介しようと思ってました。けど、 まあ、例えばペップのこれ<う>一番初めの本ですけどこれぐらい分厚いんですよ。そうですね。<laughs> なので日本の単行本みたいなんで持ち歩く本を持ち歩くっていう,こう文化はないので基本的にはやっ,ぱりこうやっぱりしっかりとがっつりとこう読みたいっていう人向けの書籍に関して言うと、ね、紙媒体に関して言うとそういう文化なので、まあ、その辺は少し変わってるのかなっていうのとあとちょっとデジタル化で言うと一つですねこの ップの本を書いたマルティパラロナウさんが面白い取り組みをもうかなり前からやっていて、まあ、毎月デジタルマガジンっていうのを発行されていてですねタクティカルルームっていうのをあの発行されてますんでどんなちょっとものなのかちょっと画面共有使って1回ちょっと見てもらいましょう<ー>見えますはい読みますこれはね17年のえっと夏のバージョンなんですけどどれぐらい、はい、これは あのところは表紙はちょっとねどういうことっていう後で説明しますけど、例えばなんですけど、はい、ページでいうと150ページぐらいあるんですよ。へ<ー>でこの時はですねいろんな記事があるんですけど、面白いここからなんですけど、なんとチャビエル・ナンデスの独占インタビューを出してるんですね。<ー>でそれが、まあ 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22ページですよ。素晴らしい。で、他にも、じゃあ,、まあ、彼がカタールに行ってチャビに独占インタビューを取ったんですけど、うん、まあそれ以外にも、例えばこの右だと、まあ、21世紀のフットボールのメソッドについての記事がこうやって骨太にあって、うん、で、先10世紀ピリオダイゼーションが。 紹介されたりとか。で、この当時、えー、とドルドムントのバイグルが非常に脚を浴びてたので、ブスケツとの比較記事が出たりとか、まあ、フットボールでもうずっとこういういろんな記事があるんですけど、で、この、まあ、ここ、キケフロレスの、例えばこういう分析記事もあります。エスパニョール時代の、えっ、ー、と、彼の戦術はこうだっていうところの戦術的な記事もあれば。 まあこれダニアベスの記事、まあ、これ後方にもうちょっといくと、ですねいろいろ面白い記事がここからはです、ね、サッカーじゃなくてこのマルティペパラロナウさんはもともとアスリートでオリンピックにも出てる方なので、まあ、やっぱり陸上とかそういうところの知識、知見もあるので、まあ、そういう記事もアスリートのインタビューであったりとかもあってですね。 あと、まあ、テニスの記事もありますね、だからいろんな多角的な本当にスポーツの総合雑誌で、なおかつ専門性が高いと、だから非常にこれ,これだけのページで出してて、倉敷さん、ユですよ、日本円であ。素晴らしいですね、よくこれで採算が取れるものだなと。 500円ぐらいだと思うんですけど、でさこうさ冒頭であったところの表紙は誰かというと,、えっと、マヌエル・エステアルテっていって、今、ペップ・グラディオラのマネージャーをしている人です。この人はです、ね、実は水球のスペイン代表の選手だったので、その人の水球時代のインタビューなんかもあるというところで、まあ、ペップの今、マネージャーしてるんで、ペップのね えー、マヌエルさんっと言う名ですけども、まあそういう,こうデジタルマガジンもあって、へ<ー>まあいろんなこうメディアがやっぱり出てきてるっていうところが現状です。かか、ね。ね。なるほど、ね、そうか新しいメディアが随分出てきていて、でも値段にびっくりしますね。とにかく、ねいですね、これで、うん、これだけのボリュームでやっぱり、ね、500円ぐらいで買えちゃうので、うん、まあだからこそデジタルなんでしょうけどね。なるほどねうん まああのね、パブリッシングに関してはこういろんな技術も発展してある程度その抑えられるようにはなってきてると思うけど日本で何でこれができないかっていうとやっぱ権利の問題っていうところがもうちょっとこうスムーズにこうならないとこうしなやかな文化にはつながっていかない今の雑誌の中でもあのいろんな競技を取り入れてくれることによって競技の中でのなんかシンクロしてくるっていうか こうコラボしてきたりとか、1つの競技を知ることによって、あこの競技に関してはこうなんだっていう、イマジネーションとか、あるいは知識を持つことができると、違った競技を知るっていう面白さっていうのが、さらに増してくると思うんですよね。いれます、はい おっしゃる通り、やっぱりスペインは団体ボール競技が強いっていうのは、まさにそのシンクロだと思うんですね。うん、バスケットであったり、まあ、テニスは個人競技ですけども、バスケットやハンドボール、水球がやっぱり世界一になってるっていうところは、ハンドボールもそうですけど、うん、やっぱりそこは、一番遅く団体ボー,ルボール競技で世界一になったのは、サッカーだっていうぐらいなので、<あ> <laughs> サルとかやっぱりボール競技でいうと、やっぱりみんなシンクロして、お互いの戦術のいいところを取り合ってるっていうところはあると思います。うん、なるほどね。 あらゆる球技の中でね。じゃあ、例えば最も小さな玉を使う競技って小沢さんなんだか知ってますか？最も小さな玉は卓球じゃないんですか？パチンコ <laughs> あれが <laughs> あれが競技かったね。ちょっとね。ルールの整理が必要になるとは思います。けれどもね。<laughs> ええ、まあ、だからそんなことも含めてですね。こういろんなこうバリエーションを楽しんでいくって言ったんで、こう。そのスペインのこのしなやかさっていうのは僕たちはとても勉強になりますよね。 そうでで、すねで。やっぱり既存のメディアだ,だけじゃなくてこういうね、いろんなバ,ラバリエーション新しい時代のメディアもどんどん出してきてるんで、はい、まあそこで言うと最後にちょっと1つ紹介したいのが、はい、まあ新興メディアの中でもまあ、日本でも少し注目されてますけどやっぱり YouTuber の存在。うん がスペインでもかななり影響力が大ききくなっててていてスペインの場合はですね、まあ、進行の本当に今まで既存のメディアにいなかった YouTuber なんかも出てきているんですけども、逆にですね、もう第一線でバリバリ今でもテレビとかそのコメンテーターで出てる人が YouTube チャンネルで開設して爆発的にこう登録者数とか質の高い動画を出しているというところもあるので、これ、二極端、二、うん、方向から来てるなっていうのがありますので、まあ、その一人として、えっと、マルディーニ、えー、フリオ・マルドナードさんっていうのは、 今マイケル・ロビンソンが亡くなってしまいましたけども彼とずっと同じパルティダストをここ数年担当している、えーまあ、ジャーナリスト上がりの解説者で、まあ、彼が今、一番人気があって逆にです、ね、YouTube の動画には一切広告をつけてなくてなぜかというと自分の動画に全部あの、えー、サンタンデール銀行とか自分の CM のスポンサーがもう冒頭に出てくるので、うん、YouTube から広告をもらう必要がない。 そんなジャーナリストもいますとそれとちょっと新たな出方で言うとゲーム YouTuber で DJ マリオっていう方が非常にこう注目をされていて、はい、なんと最近で言うとペップ・グラディオラチャベエル・ナンデスに独占インタビューできちゃうっていうぐらい便<ー>ではもう圧倒的に、えー、と YouTube のチャンネル登録者数がもう、えー、この時点で616万人です。 1で一つのやっぱりそのゲーム実況だけでも100万回をもう普通にコンスタントに更新してしまうので、まあ、ある意味ね日本で言ったヒカキンさんに匹敵するぐらいスペインの中ではあのもうユーチューバーの中では人気を博している YouTuber が存在していて彼はゲーム実況だけではなくてそういうペップをねこうインタビューできちゃったりとか既存メディアではできないことをできているっていうところでちょっと新たな。 えー、力図が生まれているのかなっていうふうふには感るほどね,あの,ねあのでもペップ例えばコールドプレーズが好きだったりとかこう割と多角的なジャンルで自分の趣味をお持ちの人じゃないですかでそういう人ってサッカー選手も実は多かったりして意外なところでこうあバスケットのとこの彼と仲がいいんだとかいろんな形の中でつながってくるからその何ていうんですかね ユーチューバーとも仲がいいとか、このユーチューバー、ピコタ郎さんがすごく好きだとかとか、まあいろんな形の中でね、つながりが出てくる可能性があると、意外なコラボって、これから生まままれれるかもしれませんけどね。ね。そうです、ねまあ特にね、新型コロナの、ね、問題でサッカーがなくなってきたときに、スペインでもやっぱり、うん、日本でも多少ありましたけども、やっぱり、はい。 そのラリーガの選手たちがゲームにこう入り込んで e スポーツでどんどん出てきたっていうのもありますんで何か新たな展開がここから生まれてくるんじゃないかなと思いますねうんなるほどスペインのメディアちょっと総括してみたいと思いますけどもこうなんですか僕はやっぱり一番言いたいのは笑える文化喜怒哀楽すべてあっていいと思うんですけどもこうこの何て言うか人の。 何かプレー良いプレーもしまったっていうプレーもなんて言うんですか、悪気がなしにあっはっはって笑ってしまってはい、それで今日おしまいって過言残さないっていうのがうらやましいなと思うんですけどね。そこですね、まあ、娯楽なので審判の護審ですら笑ってしまおうよと。 審判なんで絶対正しいし、ね、ジャッジしなきゃいけないみたいなんで正義を振りかざすんじゃなくてやっぱりそこも笑ってあげて彼、まあ、審判にもキャラ付けしてあげてみんなで楽しもうよそれがフットボールじゃないかっていうやっぱり愛情であったり温かさっていうのは前提にあるんじゃないかなと思いますね監督や選手は審判以上にミスをしているにもかかわらずですよでもっと言っちゃうと自分ですけど自分もあ読み間違いました言い間違えましたすいませんとかたくさんある状況の中を笑って許してっていうところがね。 ね、こう怒る人多いじゃないですか最近。コロナでいろいろストレス溜めちゃってる人が誰かを攻撃したくなっちゃったりっていうのは僕はすごく嫌なんですね。そうじゃなくてこう健やかに爽やかに笑って済ませましょうっていうのってもうちょっとなんか。 あの僕らがいる環境、今、本当にその医療関係の方とか、スーパーマーケットの方とか、あるいは流通の方とか、コロナの時に、本当にそれより、みんなもう一生懸命働いてらっしゃる方がいる中で、僕らは次は娯楽を提供しなきゃいけない、だから娯楽が頑張るにあの当たってね、こうスペイン風の面白さ、柔らかさ、しなやかさっていうものを携えてやっていきたいですね。 そうですね、だからそこはうまくね、スペインのメディアから学んで何かうまく提供できればいいと思うので今日は皆さんにいろいろそういう話をしましたけども、はい、そうやって成立しているフットボール文化もありますので是非知っていいただければと思います,そうです、ねえー。その中でもう特にこの今度はやるのはあの言葉の文化。 っていう形を小沢さんに教えていただきたいと思います。スペイン語はどういう形ので、いろんなイメージン、イマジネーションをラテン系のものが持ってやってるのかって。ところを次回教えていただきたいと思います。はい、今日もありがとうございました。こちらこそ、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、評価お願いします。コメントもお待ちしています。えー、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。コメンタリスト、は財一郎さんでした。では、さようなら、チャオチャオ。